はい、続けていきます。恋プロ実況続けていきますって言っちゃった。前回から立て続けに実は撮っております。話のね、続きが気になりますのでね、間髪入れずに実況を撮ることにしておきます。ちょっと動かない、俺が動かない。はい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 。あ、そう、この画面じゃちょっと小さかったですね。大きくしますね。はい、知識ここだ、ここですね。はい、私は急いで教室に向かった。失踪事件が起こっている。後ろ何なんだろうな、これ高校の授業だと思うけど、これ何なんだろうな。90度。難しすぎる、この図形は。約束の時間に20分も遅れてしまい、私は取材予定の先生や後輩たちに待たせてしまったことを謝罪した。ごめんち。許してくれめす。入試が終わり、落ち着いた様子の後輩たちは優しく許してくれた。高校入試がまだ後輩ですらないのでは。IC レコーダーがしばしば異音を発していたことを除けば、インタビューは順調だった。おかげで取材はすぐに終わりそうだった。何、会期を追ってんのかな。何なんだ、高校で何を取材しようとしてるんだ。あの先輩、ちょっと聞いてもいいですか、男子。あ、はい、もちろんです。どうぞ。どうぞ。どうして僕たちを取材しようと思ったんですか。学生時代、秘密がたくさんあるでしょ。それが文字で残ったら時を超えた手紙になる。そう思ったから。あ、俺もうなんか話飛んでんのかな。あんまり記憶にないんだが。私は後輩たちと笑みを交わし、このひとときをカメラに収めた。取材中に撮ったメモを片付けていると、教室の椅子に座っているカンヤの姿が目に入った。そういえばどうしてカンヤは学校に来たの？企画のヒントを探すために決まっているだろう。決まってんだろう。実はいいアイデアを思いついたんだよ。ん？ん？机の中のラブレターって映画にインスピレーションを受けたんだよ。知らん。ある男がヒロイン、なげえ。ヒロインである自分の娘に、ある男がヒロインである自分の娘に宛てて一つの手紙を残した。ある男がヒロインである自分の娘に宛てて、は？でも彼女はそれをすぐには読まなかったんだ。そのせいで二人は仲直りチャンスを逃してたままって、泣ける話、は？は？ある男が、ヒロインである自分の娘に当ててっていうと、ある男って父親やん。そしたらさ、父親がヒロインである自分の娘に手紙を残してさ、それをすぐに読まなかったせいで、二人は仲直りチャンスを逃して、泣ける要素あるかこれ。親父が娘に手紙を書いたけど、娘は手紙をすぐに読まなかったって話で仲直りできませんでしたって話の、どこに泣ける要素があるんだよこいつ。それでお前はあの時手紙をもらって、どう思ったんだ何を言ってんだ分からん。ハイコンテクストすぎて分からん。何が言ってんだか全く分からないんだが。いや。わかんねえ。これわかるの？俺が文盲だからか。ある男がヒロインである。ちょっと待ってよ。企画のヒントを探すために来ていて、いいアイデアを思いついた。机の中のラブレターって映画にインスピレーションを受けて来てる。で、ある男がヒロインである自分の娘に当ててっていうことは父親でしょ？父親が娘に当てて、一つの手紙を残して、で、娘はそのすぐに読まなかったせいで、父親と娘は仲直りできないかったままだっていう話で、それでお前はあの時手紙をもらってどう思ったんだ手紙って何は？いや、あの引き出しの中の手紙のことに決まってんだろう。急に机に手をついてカンヤが立ち上がり、私は思わず後押ししてしまった。一瞬時が止まったような気がした。高校時代に引き戻されたかのように記憶が蘇ってくる。机の引き出しに入っていたあのしわくちゃで血濡れた手紙が鮮明に思い出される。何なんだ、何なんかわからん。あの脅迫状のことどうして知ってるの。あ、
なんか、は？当時私を悩ませていたこの手紙について、今になって情報を得られるかもしれないと思うと気持ちが流行った。は？血に濡れた手紙を入れたのはカイナなのね。で？うわ、やべ、どうしよう。誰に口止めを？わからん。彼は教室を2周すると突然私の前に戻ってきた。脅迫状ってなんだ？あなたが机にいたっていうあの手紙のことだよ。俺は中身読んだわけじゃないけど、あれは脅迫状じゃないぜ。吐く兄貴がそんな真似をするわけないだろ。はぁ？はぁ？おい、今の聞かなかったことにしてくれよ。聞きたいことがあるなら、ハクさんに聞いてくれ。この砂利勘やは一体なんで俺に対してはタメ口なのに、ハクに対しては敬なんかこう、敬ってるみたいな言い方なんだ。なんだ、ハクの射程かなんかなのか。年齢関係は明らかにしてほしい。それだけ言って、カイナを口を出すと首を横に振った。私は彼のカバンについていたストラップを引っ張った。なぜ？引っ張った。なんでストラップを引っ張った？カイナは私を見て、きっぱりと言った。ああ、ハクさんから。わかんねえなあ。なんなんだ、一体。瓦解すんのか、これは。もうちょっと進めよう。ほんとバカだな。お前はハクさんを誤解してんだよ。なんでバカ呼ばわりしなきゃいけないんだよ。このカンヤとかいう砂利にさ、ポットでの砂利になんで俺はバカにされなくちゃいけないんだよ。ああ。私の頭の中でカンヤの言葉がこだました。あれが脅迫状でないなら一体何だったのだろう。ちょっと、前の自分の上げた動画を見返さないと、なんかこの手紙のところがいまいちすっきり来ねえな。なんだったんだ。深いため息をついた後、廊下に出て番組用の写真を撮ることにした。この仕事が終わったら、先輩に直接聞いてみようかな。その時、不意に金髪の女の子はレンズに映り込んだ。あの子、見覚えが。彼女は1階の廊下を一気に駆け抜けていった。レンズ越しにそれを見ながら私は、無意識のうちにシャッターを切り続けていた。盗撮！シャッターを撮る前に走って追いかけろ。勝ち気な雰囲気の女の子。顔はよく見えなかったものの、髪型はそっくりだった。ちょっとなんか、にわかにホラーな BGM がかかってきて、俺は震えてる。ホラー嫌いだから。怯えてる。ヘタレアザラシだから。その子を追うようにして、一階へと駆け下りた。ねえ、ちょっと。隣の校舎へ入っていった。ねえ。私は声を張り上げながら、慌てて彼女の後を追った。私は昇降口の前まで来たところに立ち止まった。彼女の姿はなく、そこにあるのは落ち葉だけだった。いつもは施錠されているはずの入り口の扉が、よく見ると半開きになっていた。扉を押して中に入り、一つ一つ教室を探し回った。5階まで探しても彼女の痕跡が見当たらない。見失ってしまったようだ。階段の踊り場に立ち尽くし、延々と続く階段を見ていると、意識が朦朧としてきた。またあの夢が。怖い。足音怖い。ハク先輩に電話しようと慌てて携帯を手にしたその時、背後からかすかな足音が聞こえてきた。誰？振り返ってみてもそこには誰もいない。私は頭が真っ白になった。おー、怖え。ほら、苦手だから、やめて。どこからともなく足音が近づいてくる。心臓の鼓動は激しくなり、息が荒くなる。カバンを持つ手に汗が滲んだ。私は必死で非常口を探した。もうここから逃げることしか考えられない。なぜその自ら危険に飛び込んでいって、そしてその危険に対してめっちゃ怯えているのか。首筋に鈍い痛みが走り、声を上げる前に口を塞がれた。必死にもがいても振りほどけない。そしてだんだんと視界が暗くなる。はあ、襲われてしまった。最後に見えたのは逆光の中に立つハク先輩の姿だった。目の前に閃光が走り、地面が割れた。裂けた地面はガラガラと崩れ落ち、私は風に巻き上げられるようにそこに吸い込まれる。叫んで助けを求めようにも声が出ない。その時、黒い影が現れて私の手を掴んだ。
砂が舞い、積み上げられた石が崩れ落ちる。荒れ狂う風が黒雲を巻き上げると、瞬く間に空が暗くなった。どういう状況なんだ、いきなり。金髪の女の子を追いかけたら、なぜかこんなことに。徐々に意識が戻り、重いまぶたを開けた。残っているのは足のしびれと同時に、足のしびれと全身に広がるだらさだけだった。さっきのあれは、姫だったのだろうか。いきなり屋上。切れちまったぜ。屋上に行こうぜ。目の前にはだだっ広いコンクリートの地面が広がっていた。足元には、朝顔が積まれ、砂ぼこりが舞っている。見上げた空には黒雲がうねって、全然白いけどね。うねっていて、太陽は見えない。かなり高い場所にいるようだ。屋上だろうか。屋上ですね。私の両手、縛られてる、いきなり。私の両手を後ろに回され、誰かに押さえつけられていた。その背後の誰かは、太い縄で私の手を縛ろうとしているようだ。めっちゃピンチじゃん。どうしたの、いきなり。うん。恐怖すぎる。やばいな。めっちゃピンチだな。これからあられもないことをされてしまう。みだらなことをされてしまうよ。そんな18禁みたいなことになったら、ここでおしまいですよ、この配信は。この動画は。先輩なら私がいなかったことに気づかず、もしかしたらもう探しててくれる。先輩に頼るなら、なんかことづけていこうや。一緒にせめて行動しようや。もしそうなら彼が見つけてくれるまでなんとか頑張らないと。他力本願がすぎる。男は無言のまま縄をギュッと締め上げた。そして私の前に回り込むと屋上の端まで引きずった。振りほどこうと手を動かしたものの、積もった砂ぼこりの上に2本の跡がついていくだけだった。石に砂、そしてこの黒雲に覆われた空。ここは夢で見たあの場所だ。鼓動がますます激しくなる。もしかすると本当に何か特別な力を手に入れたのかもしれない。はい。いきなりキリッとしてる。全身見えたらもうちょっとなんか絵な感じだな。ちょっと絵な感じですね。絵な感じですね。主人公ちゃんちょっと可愛いんだよな。アザラコちょっと可愛いんだよな。それがこのゲームの魅力ですね。恋プロのね。割と主人公が、嫌いじゃないんで。だから続けられる。はい。乙女ゲーとしてはなんか、楽しみ方間違ってる気がするけど、割と嫌いじゃないんですね。男は、ちょっと声が。男は私を引っ張って立ち上がらせようとしたが、私はわざと膝を曲げて、地面に倒れ込んだ。小石が背中に当たる痛みに耐えながら、先の尖った石ころを拾い上げ、そっと袖の中に隠した。余計な真似をすんじゃねえ、来い。男が乱暴に私を引っ張り上げた。私はうなだれ従うようなふりをしつつ、背中では手を動かし続けていた。少しずつ力を込み、朝縄を切るために石をこすりつける。よくあるやつやな。縄が切れるまで、できるだけ時間を稼がないと。すごいね、ゴロゴロとしてる間に、石なんかねえ。屋上に普通考えたら石なんかねえわ。あなたは一体誰なの？何が目的なの？無関係な私を拉致したのはなぜ？はあ、一瞬男が動きを止めた。あの子、勢い、吹き出しの勢いよ。あの子はどうしたの？言っとくけど、もう警察には通報済みだよ。はあ？いつの間に警察に通報したんだ？そりゃあいい、死体を受け取りに来てもらおうか。男は息苦しそうにぜいぜいと荒い呼吸を繰り返す。私を無視して再び引きずりながら、屋上の端へと歩き続けた。また意識が朦朧としてきた。焦りも増し、時間の感覚も普段より遅く感じる。お前は価値ある死を遂げるのだ。両手を縛る縄が、かすかに裂けた。でもまだ全然外れる気配ない。もうすぐそこは屋上の端だ。息ができなくなるような恐怖に見舞われて手足が震えた。殺すだけだったら別に屋上から投げなくてもいいんじゃねえかって思うけどな。その場でなんか、首の骨一本バキッと折ればもう死んじゃうんだからさ。まどろっこしいことやってんな。必死で縄をほどこうにをどうやっても外れない。このまま何もできずに終わってしまうのだろうか。うん。
もうここまで来たら一か八かやるしかない。何を？国風が立ち込める中、一陣の風が吹いた。今だと私は力いっぱいに足元の砂利を男見上げ、目上げて蹴り上げた。男は罵声を上げ、私から片手を離した。私は必死に逃げようともがいた。頭上を厚い雲が覆い、周りの空気がどんどんと重くなる。どんよりかな。斜め前方に立つ時計台、その窓の揺れるカーテンの奥でもう一人の男がひそかにライフルの、よく見えたな。そんな斜め前方に立つ時計台の、カーテンの奥で、その一人の男がライフルの照準を合わせているのよく見えたな。その物々しい様子はまるで、戦場の要塞のようだ。スコープの中で重視なり。なんで見えるの？十字のレティクルが彼女の額に重なる。男はタバコをもみ消し、静かに火金に指をかける。ああ、まあこれはあれか。まあ、そのなんか、この舞台装置的な。これ、ここの屋上から見えてる景色じゃなくて、その時計台の中から見える、なんかこう、そういう絵ですね。ああ、いきなりの緊迫シーンすぎて何が何やらわかんねえ。ラーメン屋の話はどうなったんだ。続き気になるね。続き気になるね。どうなったんだって思う。もうちょっと甘酸っぱい話聞きたいんだよな。なあ、それを楽しもうと思ったら、やっぱ字の部分、字のパートをやんなくちゃいけないのかな、恋プロはな。もうちょっとなんか杉田智和とかがなんかこう、甘いささやきとかしてるのを聞きながらちょっと笑いたいんだけど。それをつまみに楽しみたいんですけどね。まあ、ストーリーを進めていきますか。それはもう自分で楽しむことにしようか。ということで、ちょっとまた長くなりましたが、2つ分のストーリー進みました。またね、続きもやっていきます。長い長い恋プロ実況ですが、お付き合いください。ありがとうございました。また次も頑張ってやっていきます。こんなこと。